さんこんにちは、秋山京子と申します。小さい頃から人に囲まれて、たくさんの大勢の中で育ったので、まず人が大好きだったこと、そして楽しいことが大好きだったこと、があります。ただ、途中で、人の保証人で、うちの父が、サインをして、そして会社が潰れました。これ破産したんですけれども、これがこの破産がきっかけで私はネットワークビジネスに入りました。家族を助けたかったんですね。でもう一つは、取られた家がとかを全部取り戻したかったですね。私の両親に家をもう一度プレゼントできるということが、そのセミナーの中で私の、ビジョンとなったので、ネットワークビジネスを31歳の時から始めました。そうですね、月に1回ぐらい、1回か2回ここ の家に帰ってくるんですけれども、帰ってくる間もすごく幸せで、着くととてもほっとします。満たされたような気がします。日本の、古き良き、街並みが、時代を思い出して思い返して、要するに初心に戻れるというか、日本人の心を思い取り、勤勉さとか真面目さとか、そういうのを、取り戻せるというか、とても私たちにとって、意味のある場所です。私は根っからネットワーカーですね。ですから私のことを見て、こんな私でもできるということを伝えれる。マナビーは全てが揃ってるんですね。会社も製品もマーケティングも、タイミングもトレンドも、もう全て今まで、見たこともないような会社です。 なので、成功できないはずがないですね。そして成功しないはずがないです。ですから世界中の人々をこれから本当に幸せに導いていける唯一の会社だと思っています。私はネットワークビジネスが、趣味なので、ずっとやり続けていたいんですね。引退はしたくないんです。で、そのずっとですね、人々に夢と希望を与え続けたい。そしてそれがモナビーがまさにその夢と希望を与え続けられる会社だと思っています。